公衆の戦いは、アロー戦争中の1857年に、真の公衆で発生した戦いである。当時イギリスは、南京条約や古門再追加条約では、真の内地へと立ち入れず利益が上がらなかった。このため再び改戦しての条約改正を起とし、アロー号事件を口実にして、同盟を結んでいたフランスと合同で、アロー号事件の申告側の当事者、 楊明鎮のいた公州を攻撃、占領したのである。楊明鎮は捕虜となった。戦闘中に、新朝の中央政府までは、甲州で開戦したという情報が伝わらず、清は対抗する作戦を立てることができなかったため、甲州は陥落した。両郊総督の楊明鎮アヘン戦争終結後、清とイギリスは南京条約などの条約を調印した。 イギリス公使のジョン・バウリングは、イギリス人が公衆市内へ入ることができるよう、南京条約と顧問再追加条約の修正を求めていた。当時、両郷総督は国地通商大臣を兼任しており、同時期にロシアとアメリカも自国との条約の修正を求めていたが、両郷総督の要名陳はその求めを断っていた。その上、 西洋の外交官との面会さえ断っていた。バウリングは公衆官渉へ交渉に行くと申し出たが、楊明鎮は公衆市外の人志信院での面会を求め、議論はまとまらなかった。アロー号事件アロー号事件の後、イギリスの上院で新国への出兵が議論された。議会では六十三対四十七で政府の行動を非難する議案が通過した。しかし、 当時のイギリス首相パーマストン施策、ヘンリー・ジョン・テンプルは一気に議会を解散し、総選挙に踏み切った。選挙の結果、首相が所属する自由党が対象し、出兵法案が議会で可決された。1857年3月20日、イギリス政府は全権大使にエルギン伯爵、ジェームズ・ブルースを任命した。1857年11月、イギリスでは、 インド大反乱をうまく制圧し、新国へ出兵できるだけの兵力が整った。連合軍は、イギリス艦が43隻と約1万人の兵、フランス艦が10隻を派遣した。12月12日、ヨーメイ明鎮は、連合軍に、最後通帳を突きつけられた。公衆市内への侵入の許可。東海内に、最初の2つを承諾しなければ、即時公衆へ侵攻する。 しかし、陽明鎮は、エービスが和平を願っていたと思っていたため、新朝の皆豊かみかに次のように誇らしげに報告した。エービス現意級は、経費、純化通称。上古の罪役えいつら行き際、空わざ急力決のあまり、一律残弾葛藤、もっため一郎えいつの居。その報告を皆豊かみかも信じ込んでしまい、次のように述べた。 陽明鎮危機派手治む、外恵美杉領域級、色職有寺司会、太局期化想定。無償心情、売イ及び皿が愛情薬各説、残断葛藤、もっため一郎栄一の巨。12月28日早朝に、英仏連合軍による侵攻が開始された。連合軍は、官邸20隻から甲州貸しに上陸し、甲州市内に急速に広がっていった。 公衆干署も砲撃され、署内の新軍の軍隊はすべて逃げたが、陽明鎮は署内の椅子にかけて書類を読んでいた。公衆干署に突入するイギリス軍1857年12月29日、2日間連続砲撃された公衆干署は壊滅状態になった。午前の間に公衆の壁は突き破られ、当時公衆市内の通りは逃げてきた市民で混雑していた。 連合軍は15人が死亡しただけの被害で、甲州の占領を成し遂げた。連合軍は、市内の頂点の観論さんを占拠したことになった。1858年1月5日、イギリス軍は甲州に入って、陽明鎮を捜索した。陽明鎮は左副と当初の第五院で発見され、捕らえられた。直後に、インドのコルカタへ流された。 広州は占領された。現在の広州の古史集団。ありがとうございます。